さんこんにちは、愛賀真理子です。9月1日は防災の日ですね。これを機に改めて自宅での災害に対する準備などを見直すのもいいかもしれませんね。それではシティニュースウォーター9月1日号、今回は住宅やマンション以外の建築物を対象に実施している沿道耐震化、道路沿いの建築物の耐震化についてお伝えします。また後半では日本工学院専門学校のギャラリーで開催中の大田区今と昔写真展の話題と、先月15日に開催された恒例の大田区平和都市宣言記念事業花火の祭典の模様を、思い出写真館では区民の方からご提供いただいた写真の中から祭りをテーマに懐かしの写真をご紹介します。それでは初めに沿道耐震化、道路沿いの建築物の耐震化に関する話題からお伝えしていきましょう。過去に発生した大地震では大きな揺れで多くの建物が倒壊、倒れた建物が道路を塞ぎ救助活動や消火活動がスムーズにできず、さらに大きな被害を生むケースが多く見られました。こうしたことを防ぐため大田区では地震発生時に閉塞を防ぐべき道路を独自に沿道耐震化道路に指定、この7月からその道路沿いに立つ住宅・マンション以外の建物の耐震化助成を始めました。この制度のスタートに先立ち、東京都が首都高や第一京浜、環七道路といった主要な幹線道路を特定緊急輸送道路に指定し、合わせてこの4月に沿道に立つ建物の耐震診断を義務付けました。大田区が指定した沿道耐震化道路は区内にあるそれ以外の主な地域道路で、全部でおよそ85キロを指定しています。沿道耐震化道路は大地震が起きた際に避難所まで安全に避難するための道路です。普段は生活道路として使われていますが、地震の時には避難や救援活動のほか緊急物資輸送のための重要な道路になります。雪ヶ谷地区を通るこの道もこの度沿道耐震化道路に指定された道の一つ。中原街道へと続くこの道沿いには災害時に防災拠点となる小学校があり、またその先には病院や特別出張所などもあります。地域の防災拠点となる雪ヶ谷特別出張所、怪我人や病院を収容する荏原病院、そして家が壊れたり燃えたりして住むところに困った方々が避難生活を送る施設小学校、災害時に避難所などへの避難や緊急物資輸送が支障なく行えるよう、この通り沿いに立つ建物の耐震化を進めることはとても重要になります。また先ほどの道路の先にあるこの通りも同じ理由から沿道耐震化道路に指定されています。通り沿いには備蓄倉庫があります。備蓄倉庫には災害時に地域で必要となる生活物資などが備蓄されています。この道路の沿道建築物についても耐震化を進めることで、大きな地震の時にも速やかに物資の運搬ができるようにしておくことが大切です。沿道耐震化道路に指定されたこれらの道沿いには住宅やマンションのほか、ビルや店舗住宅といった建築物も多く並んでいます。大田区では平成18年から主に住宅、マンション、緊急輸送道路を対象にした耐震化助成制度を実施していますが、沿道耐震化道路の指定とともに今後は住宅、マンション以外の建築物への耐震化助成をスタート。対象となるのは昭和56年5月31日以前の建築物で、建物の高さが前面道路の幅員の半分の高さを超えるなど、ご覧の条件を満たした建築物です。助成額は耐震診断と耐震改修計画設計の場合は費用の3分の2、改修工事の場合が費用の2分の1で、限度額はそれぞれご覧の通りとなっています。大田区では現在沿道耐震化道路に立つ対象建築物の所有者に通知を送付するなど、耐震化助成の利用を進めています。ご自身やご家族の命と財産を守り、被害を少しでも軽減するには皆さんの自助努力によるところがとても重要です。
耐震化助成は区民の皆さんが活用しやすいよう毎年のように制度の拡充や見直しを行っています。大田区の耐震化助成についてご遠慮なくお問い合わせください。建物の倒壊や火災による延焼を防ぐためにもぜひ取り組みたい建物の耐震化、こうした制度をどんどん活用し区と区民が一体となって災害に強いまちづくりを目指していきたいですね。それでは次に、日本工学院専門学校のギャラリーで開催されている大田区今と昔写真展です。この写真展に展示されているのは、今年2月から6月にかけて区民の方々から募集した大田区の懐かしい写真およそ150点です。昭和30年代、40年代のコーナーでは、高度経済成長を受けて発展が進む大田の街や豊かになる人々の暮らしぶりを捉えた写真、当時と今を比較した風景写真などを展示。また会場奥のコーナーでは、現在放送中の NHK の連続テレビ小説梅ちゃん先生の番組展も同時開催され、ドラマの台本や衣装なども合わせて展示されました。先月17日には、この写真展に写真を提供してくださった区民の方と松原区長をはじめとする大田区梅ちゃん先生推進委員会の皆さんが会場を見学。ちなみにこちらのコーナーには、ちょうどこれらの写真が撮影された頃に大田区で子供時代を過ごした松原区長の昔の写真も展示されています。こういう写真の中にね、やっぱりそれぞれがその物語があるみたいなんですよね。だからその物語というのがやっぱり非常にこうその人にとって、心残りの素晴らしい作品ではないのかなというふうに、そんな思いで見てましたけど、やっぱり自分の街を残しておきたいな、風景を残しておきたいなという感じが一番やっぱり強かったですね。少しでもね、多くの人に見ていただければね、まあ幸せですよ。はい、生まれて、ね、もう60年経ちますけど、本当懐かしく残ってます。嬉しいです。こういう展示会開いてもらったことは本当大変感謝しています。一緒に写真を見ながら撮影時のエピソードや当時の思い出話に花を咲かせた皆さん。なお、この写真展は9月29日まで開催。お近くにお越しの際はぜひお気軽にご来場ください。この写真展もぜひ見ていただきたいんですが、梅ちゃん先生もそろそろ佳境に入る頃ですね。9月末にはこのドラマの最終回を見る会も開催されるということなので、写真展と合わせてこちらもお見逃しのないようにしてください。それでは続いて、先月開催された第25回大田区平和都市宣言記念事業花火の祭典の模様をお伝えしましょう。東日本大震災の影響で昨年は中止となった花火の祭典、2年ぶりの開催となった今回は、平和への思いとともに被災地の一日も早い復興への祈りを込め花火が打ち上げられました。今回の花火は平和を意味するピースの頭文字から、それぞれ喜びのプレジャー、楽しみのエンジョイ、感謝のアプリシエーション、祝いのセレブレーション、そしてエンターテインメントの5つをキーワードに設定。それらの言葉をイメージした花火が次々と夜空に大輪の花を咲かせます。
また今回は梅ちゃん先生の放送を記念して梅ちゃん花火も打ち上げられました。この花火は家族の絆をテーマに日本を代表する片物花火師さんが作り上げたものです。フィナーレではいくつもの花火が一斉に打ち上がり、会場からは大きな歓声が上がります。8月15日の終戦記念日に開かれているこの花火の祭典も今回で25回目。平和そして復興への祈りを込めて打ち上げられた花火の数々は今年も多くの観客たちを魅了しました。それでは最後に思い出写真館のコーナーです。今回は祭りをテーマに区民の方からご提供いただいた懐かしの写真ご紹介します。1年を通して区内各所で行われている祭り、祭りは豊穣への感謝や祈り、慰霊や供養のための行事であるとともに、人々にとっては昔から地域住民の交流を深める重要なイベントでもありました。こちらは貴船神社の遷宮祭の模様です。本殿は昭和20年に戦争で焼けてしまいましたが、その10年後に再建、それを記念して行われたのがこの遷宮祭です。にぎやかな太鼓の音色に美味しそうな食べ物やおもちゃが並ぶ屋台、こうした祭りならではの楽しみは今も昔も多くの子どもたちを魅了しています。昭和20年頃に撮影されたこの写真は、これからお祭りに参加する子どもたちを捉えた一枚。娯楽の少なかったこの時代、祭りは子どもたちにとって数少ないイベントの一つでした。そのお祭りに初めて参加する子どもを撮影したこの一枚は、初孫のお祭りデビューを記念して撮った写真なのだとか。可愛い孫に注がれる温かな視線が感じられる一枚です。こちらは写真館での記念撮影。ハッピ姿にキリリと締めた鉢巻きが小さいながらにとてもよく似合っています。あのにぎやかな喧騒を耳にするとなんとなく心が浮き立つ。このように年齢に関係なく誰もが楽しみ、その風情を味わえるのが祭りの魅力です。以上、思い出写真館のコーナーでした。さて、今回のシティニュースオータいかがでしたでしょうか。次号9月16日号では、商店街の活性化を目的に空き店舗を利用して開設されたお休み処に関する話題をはじめ、ご覧の内容をお届けします。それでは次号もどうぞお楽しみに。